宮崎県総合文化公園は宮崎県宮崎市にある総合公園である。この地には1924年に設立された宮崎高等農林学校があり、1949年に後継となる宮崎大学農学部が設立された。1972年に宮崎学園都市への移転が決定し、1984年から1988年に、 かけて、順次移転された。宮崎県は1983年に、知見100年記念事業として、大学跡地に総合文化公園の整備計画を発表。1988年に、宮崎県立図書館。1993年に、宮崎県立芸術劇場。1995年には、宮崎県立美術館が完成した。 1998年には建設省より公共建築百選に選定された。公園の敷地は東西450メートル、南北370メートルの長方形で、東側は図書館、芸術劇場、美術館と石畳の文化広場、西側は県民広場となっている。文化広場には噴水やアメリカの彫刻家ジョージ・シュガーマンによるモニュメントが配されている。 県民広場には、芝生広場や石の広場、勝負園などがあり、災害時の避難場所や遊水地としての機能も持つ。ありがとうございます。